なんかもうこのでかいのやだな、これなんか。でかいからさ、なんかボリューミーで楽しいっちゃ楽しいんだけど、ホールのさ、前回ね、あ、前々回からめっちゃいいの出たし、一番の狙い出たし、けど、あれだったじゃん、アンチキショーだったじゃん。あとちっちゃいやつしか出ねえしさ、その、しかもそのちっちゃいやつも被るしさ、なんかもうこいつ合わない気がしてきたんだよ。高いしね。しかしね、こっちのちっちゃい方は、ダイヤはまだ出してないんだけど、黄金の方はね、俺、出してるからもう、伝説の宝物発見シリーズ。やっぱね、これメーカー同じだわ、おそらく。メーカー同じだから、このナポレオン1世の王冠同じの出る可能性がある。大きさ違ったらまだいいけど、大きさもさ、見た目をね、全く同じ。まあ見た目はデザイン決まってるだろうから同じだろうけど、まあそういう同じじゃなくて、なんかさ、そう、もう作りとか全部同じだったら使い回しだよな。まあとりあえずこっちでダイヤね。まだダイヤ出してないから、本物のダイヤの原石をゲットして、このシリーズはピリ。でもまずこっち出して、こっちを出したいんでね。こっち結構簡単で出たんだけど、こっちは出なくなっちゃったんだよね。ナポレオン一世すげえ強いわ、王冠。頼むぜ、ナポレオン一世出てくれよ。もういいじゃん。もうそろいいよな。俺も頑張ったじゃん、もう。黄金は出たんだけどな、黄金。モノホンの、いや、やっぱモノホンのね、黄金をね、出したっつう、なんかロマン、なんつうの、もう自分で、この自分の手で出したっつう、男のロマン。めちゃめちゃ興奮する。やっぱ めっちゃ興奮すんね。だからダイヤもさ、出したいよな。ダイヤモンドも自分の力で出して、フィニッシュと行きたいんだが、出るかなー、ダイヤ。モノホンのダイヤ頼むぜ。もういいだろ、出てくれても。結構掘ったぞ、これ。もうパートなんぼだろう。もう黄金よく来てるよね。黄金と同じペースで、まあ大体同じペースで開けてるから。よし、行くぜ。それではでは、頼むぞ。来てくれよ。来てくれの、この世の全てのコリコリシリーズに感謝を込めて、いただきます。シャーン、行くぞ。これでも絶対出すぞ。やっぱちょっと柔らかいな、これ。宝物シリーズ黄金に比べて柔らかいんだよね。シャクシャク掘れてしまう。気持ちいいね。もうちょい硬い方がやっぱ掘りがいあって楽しいんだけどな。やばい。いやー、この掘ってる瞬間一番ね、出た瞬間にあーってなるんだよな。 いや、もっとないやつだったら飛び跳ねるけどね。もう頼むぞ。ガサっていった瞬間に勝ちだからね。ガサっていった瞬間にもうパッケージか秘宝、まあかぶりかもしれないけどね、宝物の方はさ。さて、あれ、いねえな、石かな。やっぱ石か。あれ、埋まってんな、いねえな。おっと、いねえぞ。きたー。ガサっていうか、石かな。石だ。くそ。タイガーアイだね。あ、でも、おお、いい形、いい。輝きレベル。これはアリの巣で使えるね。こういう感じで埋めたいな、こういう感じで。ちょっと斜めにしてね。で、ここに隠れると、こういう風にね、ガシャンってて、こういう、ここにアリさんに隠れるみたいな感じで、これもアリの巣で使おう。こんな感じで埋めたい、こんな感じで。お、いいわ、すごい綺麗、ほら。超綺麗じゃない？おー、やっぱ大概綺麗だよね。あんま光ってない方を下にして埋めてさ、光ってる方を上にやったらすごい綺麗なアリの巣になるだろうな、きっと。ここすごい綺麗、ほら。めっちゃ綺麗。キラーン。キラーン。キラリーン。これを磨いて丸くすればさ、よく、たまに人がつけてんじゃん、こう、なんつうの、数珠、数珠じゃねえ、ブレスレットか、ブレスレットみたいな感じで、綺麗にできるんだろうね、アクセサリーみたいに。やっぱタイガーアイ綺麗だなぁ。ということで、今回もタイガーアイと、もうタイガーアイ来まくんな。いつダイヤ出んだろうなぁ。黄金出たのマジ奇跡だったんだなぁ。黄金出たからポンポンってダイヤも出るんじゃねえかなと思ったんだけど、まあ黄金出たところで秘宝まだ出てないからコンプにはならないんだけど、早く出してえな、ダイヤモンド。そう、今回はこのタイガーアイね。石の名前にもなっているように、タイガーアイは古来全てを見通す虎の目とされていた。また古代エジプトでは聖なる石と信じられ、神の像の目にはめ込まれていたと。すごいよな、神の像の目にはめ込まれ、ガチャンってこう。この石を持って本質を見抜く力をつけ、失敗を恐れず、何事にもチャレンジしようということで、今チャレンジ頑張ってんだけどね。ダイヤモンドチャレンジ。全然来ねえよ、もう。もうめちゃめちゃたくさん出てんのよ。でもパワー溜まってきてんのかな。たくさん出てるということは、このタイガーアイのパワーが溜まってきてるのかも。いや、いいな、これ形もいいし。
これはいいアリの巣に使えそうだ。ということで、今回もタイガーアイでした。くそタイガーアイ出まくるな。まず、あ、そうだ。今日で最後、ライフ1なんだけどさ、俺、アリの巣でね、何個かね、使っちゃったから、これ、アリの巣で。ちょっと抜けてるんだよね。まあ、抜けてるところ気にしないで、アリの巣で使ったんだなと思ってくれれば、この抜けてるところね。この抜けてる。で、今日でとりあえず、これ最後だから42個。最後、タイガーアイだったね。ライフ0になりました。まあ、空いてるから、次のケースに行く前にここ埋めて、次のケース、もう次のケース買ってあるんだけどね。いや、このアメジストとかもどんどんね、これをね、使いたいんだよね、これも。アリの巣に。でもなんかちょっともったいなくてね、これはちょっと保留した。気に入ってるカーネリアンなんだけど。いや、でも使おうかな。せっかくゲットしたし、持っててもあれだし、アリさんたちが喜んでくれるんだったら作ってもいいよね。それではまた次回ね、次のホリホリシリーズでお会いしましょう。なかなかいいの出てくんねえな、ナポレオン一世の王冠。ダイヤモンド、強いね。まあ、アリの巣用の石がたくさん手に入ると考えればね、まあいいんだけど。